トレバー・フランシスは、イングランド、プリマス出身の元サッカー選手、サッカー指導者。現役時代のポジションは、フォワード、ミッドフィールダー。1971年にバーミンガムシティ FC で、キャリアをスタートさせ、その後も主に、イングランドやイタリアなどのクラブで活躍した。1978年にノッティンガムフォレスト FC へ移籍。 移籍初年度のチャンピオンズカップ決勝のマルモ戦では、決勝ゴールを挙げて、チームに初優勝をもたらすと、デトロイトエクスプレスへの移籍を経て、翌、チャンピオンズカップ準決勝のアヤックス戦では、決勝ゴールを記録して、チームを決勝に導いた。怪我で決勝のハンブルガー SV 戦を欠場したが、チームは、大会連覇を果たした。また UEFA スーパーカップでも FC、 バルセロナを破り、優勝した。サンプドリアでは1984から85シーズン、コッパイタリアでは、トータル9ゴールド、大会最多得点王になる活躍で、クラブ史上初のタイトル獲得に貢献した。イングランド代表としては52キャップ12得点を記録し、1982フィーファワールドカップでもプレー一時、リーグ初戦のフランス戦では2アシスト、 第2戦 CSSR 戦、第3戦のクウェート戦ではゴールを挙げて、二次リーグに進むが、スペイン、西ドイツ戦と2試合連続で引き分けに終わり、準決勝には進出できなかった。晩年は選手兼任監督としてプレーし、引退後は指導者としての道を歩んだ。ありがとうございます。